前回までのあらすじ、のび太たちは毎年夏か春になると大冒険に出かけるが、前回大長編24巻までの作品を調べてみると、今のところ夏が多く、秋と冬は存在しない、そして季節がわからない作品も多く、同じ作品でも原作、映画、リメイク映画で季節や月が違うこともあるのだった。この動画は、のび太たちはいつ大冒険に行くのか?の続きです。まだ見てない人は良ければそっちを先に見てみてね。というわけで今回も、のび太たちはいつ大冒険に行くのか?パート2だ。ご視聴おめでとう、ドラミちゃん。というわけで今回は、のび太たちはいつ大冒険に行くのか?の続きを解説。早速前回の続きから、今回からは原作なしの朝ドラ映画ですね。すでに紹介したリメイク映画は飛ばすので、最初は映画、ドラえもんのび太と緑の巨人伝。この映画はのび太の部屋のカレンダーは時間割になっており、季節はわからない?と思いきや、花に詳しくないウプ主でもわかる花がこの映画には2つあります。それは作中いろんなところに咲いているアジサイ、そして玄関にあるユリです。お、明らかに梅雨あたりの季節を意識してるね。そう、しかもこの映画は開幕学校帰り雨が降り始まるので平日で梅雨。梅雨は一般的に5月末から7月中旬まで。そしてアジサイの時期は6月中旬から7月中旬。ユリは5月から8月までであり。つまりこの作品は、6月中旬から7月中旬あたりの中夏を意識されているのは間違いないだろう。アジサイなんかはわかりやすい季節の花だね。うむ、というわけで次は映画、ドラえもんのび太の人魚大回戦。この映画は超簡単、いつも通りのび太の部屋のカレンダーが5月になってますね。いつもの、でも海の話だから夏だと思ってたけど、これ春の話なのか。うむ、開幕スネ夫が一昨日までパラオでスキューバをしていた話をしていたが、おそらく時期的にはゴールデンウィーク明けなんでしょうね。さすがにパラオは土日で行ける距離じゃないだろうしね。うむ、というわけで次は映画、ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャー。こちらは簡単ですね。物語の主役がカブトムシなので当然夏です。背景にセミも鳴いているし、アイスを食べようとパパが提案するし疑いの余地がないですが、極めつけはのび家の今のカレンダーにうっすらとですが7月と書いてありますね。ここにもカレンダーあるのか。うむ、今までわかりやすいからのび太の部屋のカレンダー見てきたけど、実は作品によっては今にもあるし、鉄人兵団とかキッチンにもあったりするから、意外と背景見落とせないのよね。家中カレンダーだらけやな。うむ、まあ昔の家とか割と各部屋にあったりしたり多少はね。では次は映画、ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアム。この映画も簡単、いつも通りのび家のカレンダーで5月6月ですね。便利。なので次は映画、ドラえもんのび太のスペースヒーローズ。これも簡単、先ほどの奇跡の島同様今にカレンダーがあり5月ですね。これもう全部カレンダーでわかりそうな勢いやな。うむ、朝ドラになってから季節がはっきりしていてわかりやすいな。では次は映画、ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険。この映画は45度以上の猛暑ニュース、セミ、かき氷、扇風機とわかりやすい季節感に加え、のび太の部屋のカレンダー、ぼやけて見づらいですがおそらく8月と書いてあるので、間違いなく夏休み中の物語でしょうね。45度以上の猛暑なんて、8月の熊谷とか浜松ぐらいしか観測できないよね。実際は41度ぐらいらしいけどな。まあどちらにしろくっそ暑いから夏だろうな。なので次は映画、ドラえもんのび太の宝島。こちらはいつも通りのび太の部屋のカレンダーで8月、つまり夏休み中の出来事ですね。あともしかしたら金曜日の話かもしれないですね。え?なんで?それはドラえもんの押し入れに金曜ドラでしょうってあるからです。完全にどうでしょうで草。まあこれは言わずもがな水曜どうでしょうのネタであるが、このパロディがあるのは、この映画のゲスト声優に大泉洋さんがいるからですね。ちなみに横にちらっと7と見えますが、これは当時のドラえもんの放送時間金曜7時ですね。さりげなくネタぶっこんできてるなぁ。うむ、なので本当に金曜かどうかはわかりませんが、ちょっと余談的に話してみました。では次に行こう。次は映画、ドラえもんのび太の月面探査機。これは今までのドラ映画初、明らかに秋を意識された作品で、開幕学校に降り注ぐイチョウの葉っぱ、裏山のすすき原っぱに赤いもみじ、そしてのび家の庭のコオロギにお月見。これでもかってぐらい秋を意識しており、しかもこの日ママは十五夜だと言っていたので、十五夜はおおむね9月上旬から10月上旬、そのあたりを意識された作品なのだろう。普段春か夏しかやらないのに、なんで秋がプッシュされたんだろうね。それは映画を見ていれば簡単だが、月のうさぎが作品のテーマになっているからだな。これ今回の脚本を担当した、小説家、辻村瑞希さんが今までに冒険をしたことがない場所へ行きたい。それは身近だけど遠い、一度も行っていない月面着陸をしたいとのこと。そしてスタッフの方に、自分の名前にも月が入ってるからと言われ。引くに引けずドラ映画では非常に珍しい、秋が舞台の映画が完成したんだな。へぇ、名前が決め手だったんだね。うむ、詳しいことは動画インタビューがあるので聞いてみてね。では次は映画、ドラえもんのび太の新恐竜。こちらはいつも通り、のび太の部屋のカレンダーに7月って書いてありますね。おなじみ、
に、ただ学校はあるし、黒板には7月8日って書いてあるので夏休み前ですね。元ネタの恐竜も夏だけど平日だったから、その辺のオマージュだったのかしらね。そうかもしれないな。では次、次は映画、ドラえもんのび太と空のユートピアですが、ちょっと季節は忘れてしまったので今回はなしでお願いします。あのさ、まあ覚えてたとしても、あんまり内容にはネタバレ防止も兼ねて触れたくないので、まだ見てない視聴者諸君は映画館にレッツゴーだ。というわけで朝ドラ映画は全てになるが、一応 CG 映画にも触れておくと、映画、スタンドバイミードラえもんでは、原作ではスタートはお正月だったが、この作品では7月9日スタート。その理由は初日の学校の黒板からですね。ちゃんと月日の設定あったのね。うむ、だけどこの作品は原作ドラの良いところ詰め合わせパックみたいな作品なので、時系列が大きく動き、最後は帰ってきたドラえもんで終わるので、当然4月1日のエイプリルフールで終了します。で、作品の大部分はどこを占めていたかと言われるとちょっとなんとも言えないし、一応未来も入れれば春夏秋冬あるので、全てって感じになりますね。式もばらけてるって感じなのね。うむ、ちなみにこの映画の続き、ではないけど、次回作の映画、スタンドバイミードラえもん2では、スタートはのび太の誕生日なので8月7日。でもこの映画は主な舞台が未来と2つの過去で4つあるので、未来は正確な日時はわからないが、入り口のイベントスケジュールに日付がたくさんあり、最も若い日付は4月23日。なので未来では結婚式を4月、春を想定しているのだろう。そして過去ではおばあちゃんがいる時代では柿の木などがあり秋。もう一つの過去、のび太の生まれた日は8月7日なので夏ですね。つまりこの映画は現代夏、過去は夏と秋、未来は春という感じであり、一応今までの大前提で言えば夏の映画になりますね。夏、と言い切るとなんとも言い難いけど、一応冬以外は大体ある感じね。うむ、というわけで CG 映画は以上になるので、ここからは平映作品について見ていこう。お願いします。そもそも平映作品とは、現代っ子にはあまり馴染みがないかもしれないが、その昔映画を見に行くと、なぜか2本同時に上映されることが当たり前であり、これはドラえもん映画も例外ではなく、のび太の恐竜が上映された時は、モスラ対ゴジラが同時上映されたんですね。全然関係なくてくさ。まあこれには理由があってだな。ちょっと長くなるし今回の話題と関係ないから要約して話すけど、ドラえもんを東映漫画祭りに入れようとした。だけど新映画これを蹴ってドラ映画単体で行こうとした。だからテレ朝にメンツが立たなくて東映じゃなくて配給を東方にした。で当時の配給部長、堀内実造さんと話し合った結果ゴジラ対モスラになるんですね。ちょっとこのあたりの話は複雑だから、いずれまたのび太の恐竜の誕生秘話は別の解説でまとめることにします。まあとにもかくにも、昔は実写アニメ問わず2本、下手すりゃ3本同時上映する映画が多かったんですが、ドラえもんも例外ではなく、当初は A 先生、途中から他の F 作品も同時上映になり、そして日本誕生からドラえもんのスピンオフとも呼ばれる作品が登場します。ですがほとんどの場合、ドラえもんやのび太が主人公ではないし、大冒険でもないので、そうなんだぐらいで軽く聞き流しておいてください。了解だよ。では一発目、ですが、これは平映作品ではなくドラえもん唯一の夏に公開された映画。映画、ドラえもん僕、桃太郎のなんなのさ。こちらは春ではなく夏に公開された映画で、原作は8月の夏休みの宿題が全ての始まり、当然映画もその内容に沿っており、8月の夏休みに642年前に冒険旅行へ行きます。冒険先の季節は不明だが、この映画は夏の映画ってことになりますね。夏に公開される映画なんてあるんだね。うむ、これが唯一にして最後の夏公開のドラ映画だったけどね。では次、次は映画、ドラミちゃんミニドラ SOS。こちらはのび太の街は一切登場せず、2011年が舞台になるのだが、具体的な季節はわからないが、のびすけの将来の嫁、ゆかりちゃんがプールで泳いでいるので、夏、かもしれないが、ミニドラのところにモンキチョウなども飛んでいるので、春から秋までの可能性もある。要するにわからないってことね。うむ、まあ他の大冒険に漏れず春か夏だとは思うけどね。では次、次は映画、ドラミちゃんあらら少年三族団。こちらは22世紀と1580年の2つの舞台があり、22世紀では街の看板に3月10日より、とあるので、おそらく春あたりを想定されており、なんかドラえもんと伸びたいねえか ?1580 年ではセミが鳴いているし間違いなく夏を想定していますね。この映画、今までの大前提ならのび太の街の季節、となりますが、平映作品では冒険先をメインに見るべきだと思うので、この映画は春映画、というよりかは夏映画って感じですね。さすがにのび太の街が出ないとそうなるわね。うむ、では次、次は映画、ときめきソーラー車に4ですが、こちらは一度も DVD などに収録されたことがなく、うぷ主も見たことないし、そもそもミュージカルアニメなので物語とかではないし除外。なので次、次は映画、ドラミちゃんハロー恐竜キッズ。こちらも22世紀と白亜紀の舞台があり、22世紀は季節不明、鳥の種類が分かれば絞れるかも、白亜紀も季節は不明ですが、そのまま熟したり、水の中で泳いでいるあたり、
おそらく春か夏あたりを想定しているのだろう。白亜紀の季節を求めるのは難しそうね。うむ、なので次は映画、太陽は友達頑張れ空へモンゴーですが、こちらは実写映画なのでスルー。なので次は映画、ドラミちゃん青いストローハット。こちらも22世紀の銀座と謎の世界で2つ舞台があるんですが、ショーウィンドウを見る限り左は雪だるま、中央は秋と季節がばらけており、その上町ではアイスを食っているカップルまで、しかも目の前には花畑で春っぽかったり、いまいち季節がわかりませんね。22世紀は天候すら操れそうだしね。うむ、そして謎の世界も異次元すぎて季節も減ったくれもないので、この映画は季節不明です。なので次は映画、2112年ドラえもん誕生。この映画はドラえもん誕生の話なので、当然スタートは2012年9月3日ですが、最終的に赤ん坊のせわしが、小学生ぐらいまで大きくなる冬まで描かれるので、こちらも春夏秋冬まちまちであり、どの季節の映画とも言いづらいですね。やっぱ平成作品の季節って難しいわね。うむ、だから聞き流すぐらいでいいんだよ。なのでサクサクっと行くわね。次は映画、ドラミ&ドラえもんズロボット学校七不思議。これはドラミちゃんの卒業式直前のお話なので、当然春のお話になります。なのでエンディングではドラザキッドとドラミちゃん、そして桜の木が映っていますね。これはわかりやすいね。うむ、では次は映画、ザ・ドラえもんズ怪盗ドラパン謎の挑戦状。こちらは難しいですね。この花の種類が分かれば絞れそうですが、まああんまり季節感のある映画ではないので不明ですね。そもそも舞台が雲の上だしね。うむ、なので次は映画、ザ・ドラえもんズムシムシピョンピョン大作戦。これは簡単ですね。話のきっかけが修学旅行と卒業試験なので当然春です。しかも最後には夜桜も輝いていましたね。もっと輝いているものがあるんですが、内容が気になる人は買ってみよう。では次は映画、帰ってきたドラえもん。こちらは不朽の名作ですね。内容も原作を踏襲しているので、スタートは3月31日、そして終わりはエイプリルフールなので4月1日。つまり春が舞台ですね。なんで3月31日スタートってわかるの？単純に作中で1日しか経ってないからですな。あれ結構内容濃いのに2日間の出来事なのか。まあ尺の都合上そこは仕方なかろう。では次は映画、ザ・ドラえもんズおかしなおかしなおかしなな。こちらは舞台が砂漠なので暑そうですが、特に季節感のある作品ではないので、完全に季節不明です。まあ内容はお菓子作りだしそりゃしょうがないわね。うむ、なので次は映画、のび太の結婚前夜。この映画の最初はのび太の町が登場しており、季節はわからないんですが、作品の大半は22世紀の結婚前夜が占めており、先ほどスタンドバイミー2ドラえもんでは4月頃を想定されていましたね。実はこの映画でもおそらく同様に春を想定しており、理由は道中のび太が潰してしまったタンポポ。そしてエンディングではタゲとなって開花するので、間違いなく春を想定しているでしょうね。スタンドバイミー2ドラえもん何気しっかり季節も踏襲してるのね。うむ、しっかり春に結婚式を挙げているんだな。では次は映画、ザ・ドラえもんズドキドキ機関車大爆走。こちらは季節の特性は難しいんですが、一瞬アシモフのセリフの途中に桜が舞っており、これが演出なのか、季節柄なのか不明ですが春っぽく、あとは一面の花畑が登場するなど、作品の印象は春が強い感じですね。途中岩場のシーンも多いけど、やっぱ一面の花畑とか見ると春っぽさを感じるよね。うむ、なので根拠は弱いがこの作品はおそらく春想定だろうな。では次は映画、おばあちゃんの思い出。こちらも現代と過去と二つあり、現代はおそらく夏ですね。理由はのび太が野球をしている時、花火のゴミがあるからです。ああ、これきっかけでおばあちゃんの思い出につながるんだっけ？そう、だけどおばあちゃんのいる時代は季節を秋にしており、それは庭の柿の木、のび太が秋なのに花火を欲しがったりするからですね。これも今思えばドラ映画で秋が舞台ってすごい珍しいよね。うむ、メインの作品では月面探査機だけだからね。ある意味最も最初に秋を舞台にした長編作品だね。そう思うと秋のドラ映画ってやっぱりあね。うむ、普段ない雰囲気もあるしいい感じだよな。では次は映画、ドラミ&ドラえもんズスペースランド危機一発。こちらは季節も何も宇宙の建造物なので季節はないです。あ、はい。なので次は映画、頑張れジャイアン。こちらはなんと超レア、初で唯一の冬が舞台のドラ映画であり、しかも主人公はジャイアンですね。季節は2月頃で、これはジャイコの部屋のカレンダーでわかります。ここでも現れるかカレンダー。そしてそれだけ寒い季節なので、当然雪も降ったりしていましたね。ちなみにこの映画には面白い余談があって、開幕のび太がモテモテ音取り合う漫画、短期くん。これは片倉洋二先生の作品、のんきくんのパロディであり、原作でも登場するのは当然皆さん知っていると思いますが、当然、なのか、面白いのはこの書店、外に行くと藤本書店と書かれており、あ、F 先生の名前も知ってるのね。そう、だけどここそれだけじゃなくて、なんとこのお店実在します。え、マジで？それは東京都西東京市西原町3丁目3の12、宮脇書店東京棚店ですね。うわ、本当にあるのね。
ってか本なら何でも揃うまで一緒なのか。でもなんでこんなって言ったらあれだけど、ここを元ネタにしたんだろうね。それは勘の良い人ならわかるはず。棚と聞いたらピンとくるものがあるんですよね。そう、ここから20分ぐらい歩くと新鋭動画があるんですね。制作会社のうちはネタなのか。うむ、ちなみに実在するという意味では、さっきのおばあちゃんの思い出に登場する公園とかもそうなんだけど、意外と実在する場所も多いから、気になったらドラえもんの聖地巡礼をしてみると楽しいかもしれないわね。どうやって調べて突き止めるんだ。まあその辺は気合でなんとか。てな感じに少し話がそれたが、頑張れジャイアンは冬の映画ですね。では次、次は映画、ザ・ドラえもんズゴールゴールゴール。ですがこの映画は3分ちょいとかなり短く、特に季節感も全くなくわからないので次。次は映画、僕の生まれた日。これはすごく簡単ですね。現代と過去を行き来しますが両方のび太の誕生日なので、8月7日、つまり夏の作品になります。スタンドバイミードラえもん2と一緒だね。うむ、それでは次が最後、映画、ドラえもんアニバーサリー25であるが、これはドラ映画25作品のエピローグみたいな映像作品なので除外。というわけで以上平映作品21作すべての解説を以上にするぜ。それでは最後に、平映作品や CG 作品を除く。大長編24本、ドラ映画42本を合わせて66本中、最ものび太たちが大冒険に出かけた季節はいつなのか？それは、1、66回中37回で夏でした。半分以上夏なのね。うむ、ちなみに2位は春で19回、3位は季節不明で9回、4位は秋で1回であり、原作と季節が異なる映画は大魔教ただ1回でした。もっと春と夏が接戦だと思ったけど、意外と倍近く違うし、季節のわからない時期も多いのね。それに秋は1回だけってやっぱり月面探査機はレアだったし、冬の大冒険ってカチコチとかちょっと例外を除いてやっぱないんだね。それに夏の作品を春に変えるのって多いと思ってたけど、大魔教だけなのね。うむ、さらに言うと調査結果で意外なこともわかり、冒険に出かけた日を見てみると、全66回中、夏休みに冒険したのは16回、お中元が1回、春休みはたったの1回。少ねえ。そして平日が29回で、うち2回は春休み前があり、平日か休日かわからない時は19回ありました。ほとんどの大冒険が平日に行ってんのか。うむ、ちなみに平日かどうかの判断は作中学校に行ってるかどうかですね。あと長期休暇発言がなく、学校にも行ってなかったら不明判定にしています。つまりまとめると、ドラ映画は大抵夏に大冒険へ行き、夏だと夏休みに行くことも多いのだけど、全体の傾向としては平日に行くことの方が多く、春の季節にも大冒険には行くが、春休みに行ったのはたったの1回だけでした。これは思いもよらない結果ね。夏の方が多いとはなんとなく思ってたけど、春休みに全く行ってないし、何より平日の方が大冒険に行ってることが驚きだよ。そう、なので大冒険を春や夏に行くことが多いのは、夏休み春休みが多いから、というのは誤りで、実際は平日に行くことの方が多いので、季節は割とどうでもいいんですね。言われてみれば映画とか学校のシーン多いしねー。そりゃそうよね。うむ、というわけで結果発表は以上になります。そういえばさっきから思ってたけど、この春はてな夏はてなみたいに書いている部分は何なの？これは春、もしくは夏だと思うけど、根拠がモンシロチョウとか、アイスを食べてるとか、大長編と多分同じだと思うとか、リメイク作品が春だからとか、ちょっと根拠が弱いのははてなをつけていて、セミとかひまわりみたいに明らかに夏。っていうのとかは、ハテナをつけずに断定しています。なるほどね。もしこの表をゆっくり見たい人がいたら、動画の最後に画面いっぱいに表示するので、そこで眺めてみてね。ちなみに CG 映画、平映作品バージョンも作ってみました。こちらは作品によって状況が異なりすぎるので今回は除外しましたが、レアなのはおばあちゃんの思い出の秋と、唯一の冬映画の頑張れジャイアンですね。特にこの頑張れジャイアンは季節がレアなだけでなく、作品としても完成度が高いので良ければ見てみてほしいですね。やけにはフーチックな効果音とか、アニメーションが凝ってて面白いよね。うむ、というわけでこれにてのび太たちはいつ大長編に行くのか、そして CG 映画、平映作品の季節についての解説は以上にするぜ。もともとはコロコロで9月から大長編が連載され、2月3月に完結を迎え映画化されるので、のび太たちの大冒険は夏、もしくは春に行くことが多くなるのだが、実際に調べてみると夏の方がダントツで多く、春も多いが春休みに行くのはたったの1回だけ、夏が春に変わる映画も1回だけだったし、何よりも大冒険は平日に行くことが一番多かった。そしてレアな季節は秋と冬であり、秋は月面探査機だけ、平映作品なら秋をメインにしているのはおばあちゃんの思い出だけである。そして冬に至っては一度も映画化されておらず、平映作品を見ても頑張れジャイアンのみである。
というわけで今回は大長編と映画の季節だけを取り上げてみましたが、こうやって季節だけ見てもドラ映画の意外な発見ができて面白かったですね。もし視聴者の中にこんなのも調べてみてほしい、というのがあったらぜひコメント欄に書いてみてください。月を見ていつかやる、かもしれません。ああ、これやらないやつだな。参考にはするので、というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。